おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、ヘビの命、ハードモードを続きやっていきたいと思います。前回はいろいろね、ハードモードになって変わってるところとかを見つつ、導入部分、そのね、ヘビメタくんという新しい登場人物も加え、新鮮だなーってやってたら、もう導入部分で動画が終わっちゃったっていう感じですね。今回からがね、ようやく、しっかり、物語が進んでいくということで、どういう風に変わってるのか、また楽しみつつやっていきたいと思います。では始めましょう。あれだよね、通常モードでの最初の犠牲者は、この4号室のね、蛇だったと思うんだけど、この蛇が最初にいなくなるのかな、今回も。どうなんだろうか。ということで、寝ればいいんだよね、多分。オッケー、寝ますわ。あー、セーブはまあいいや、セーブしますわ。あー、じゃとりあえず寝ましょうかね。はい。はい。次の日。大変だ！旅館が火事だ！そうだ！そうだ、あれだ、ハンターのマッチポンプ劇場じゃなかった？火災が唐突だし、朝が来るのも唐突すぎるよ。そんなとこまでメタ要素あったっけな。火元はフロントで、裏口も封鎖されちゃったよ。至急ロビーに移動します。うわぁ !30 以上あるから、二度寝できる。多分二度寝したら、まあすぐ火収まったよ、みたいな感じで飛ばされるんだよね。ちょっと一回まあ見よう、ロビーに移動。火事は？火事なら今収束したところだ。思ったほど大きな火災じゃなかったみたいね。ああ、この俺が早期に発見したおかげだぞ。早期の消火活動を感謝する。てめえのマッチポンプ劇場じゃねえだろうな、無言。いやもうこれですよ、マッチポンプ劇場なんですよ。命の恩人に向かってなんてこと言いやがる。例の凶悪犯が放火したとみて間違いなさそうね。この旅館、いろいろ怪奇現象が起こるけど、火災は初めてだな。それにこの放火騒動、何か違和感があるよ。放火する時間帯がおかしい。放火する場所がおかしい。放火する奴の頭がおかしい。うん、放火する奴の頭がおかしいは間違いないんだけど。多分ね、前回はね、真面目にやってると思うのね。だからちょっと変な選択肢してこうか。放火する奴の頭がおかしいんじゃないですかね。放火犯だからとあまり言い過ぎは良くないぞ。自分が犯人だから。放火犯のことかばっとるわ。放火犯の頭がおかしいのは当たり前だけど、放火場所もおかしいよ。放火するならもっと目立たない場所で放火するはずだけど。フロントなんて一番目立つ場所を放火したらすぐ発見されるのは目に見えてるよ。そもそも火元は何だよ。フロントの用具入れにあるロープが出火原因のようだね。一番燃えやすそうなロープに片っ端から火をつけてったに違いないよ。ロープを燃やした理由は、燃えやすそうだったから脱出道具を立つため、次元型導火線方式で引火、命の恩人になるため、土の子情報の色形状に近いから自殺道具を立つため。もうめたいなー。これは多分新たに追加された選択肢なんだろうから、まあ土の子情報の色形状に近いから火をつけたんじゃないですか、ハンターさん。それはないよ。ロープの束を土の子と見間違えるなんてアホにも程があるよ。まあ暗い明け方だから見間違える可能性もあるだろう。それでも土の子とロープの判別はつけるべきだよ。プークスクス。ロープの中に土の子が隠れる可能性もあるだろう。それにロープは土の子探しのノイズになるから燃やしておくべきと判断した可能性だって考えられるぞ。すべてこれ自分がやりましたって言ってるようなもんじゃん、これ。大丈夫？自供してんじゃない？そもそも、土の子自体が架空の生き物よ。そんなの信じてる時点で大バカよ。それより、こんな緊急事態に肝心の刑事は何をしてるんだ？裏口だよ。封鎖されちゃってるからね。あなたのターンになりました。行動を選択してね。まあね、全部ね、戻れるんだけど、一応全部見ていきましょう。至急裏口に移動します。誰だよ、こんなとこに扉を3枚も設置してたやつは。あー、
扉3枚設置してるっていうのは私のこの神の視点からしかわからないんじゃないですかっていう意味の意義ありでしょうね。そうだ、おかしいぞ。なんで扉が3枚あるってわかるんだ？エスパーでもないのに投資してるような発言しやがって。木の扉、隅の丸い部分から鉄格子が見えるだろう。あ、そうなんだ。そしてその鉄格子の隙間から奥の金の扉まで確認できるのだよ。とにかく例の凶悪犯が設置したとみて間違いなさそうだね。ご丁寧に扉3枚とも鍵がかけられているようだ。鍵がかかっているってどうしてわかるんですか、意義あり。そうだ、おかしいぞ。扉は見えても鍵がかかってるかまでは確認できないだろう。わざわざ閉じ込めるために重い扉を設置したのに鍵をかけなきゃ意味がないでしょ。いや、服部にはなるだろう。では逆にわざわざ鍵を開けて設置するメリットは？3枚とも鍵がかかっているのは間違いなさそうだな。それにしても凶悪犯も大バカだね。鉄格子もあるのに一番しょぼい木の扉なんて設置する意味ないじゃない。いやいや、それを言うなら鉄格子の方が無意味だろう。きっと想像を絶するバカが設置したに違いない。バカは木の扉なんて設置してるバカよ。設置した塔の本人たちがなんか罵り合ってるけど、バカ同士揉めている場合ではありませんよ。玄関はなだれ、裏口は3枚扉。これで完全に閉じ込められたようですね。旅館に閉じ込められたところで何か発言しますか。まあ発言しとこうか。旅館に監禁された件について発言を選択してね。凶悪犯はこの中にいます。そうだよね、監禁されたってことはやっぱり凶悪犯がいるってことだよね。いや、むしろ逆だよ。この3枚の扉は凶悪犯がいないことを示しているのだよ。凶悪犯がいない？だったら誰が扉を設置して監禁したのさ。もちろん凶悪犯だよ。凶悪犯はいないって自分で言ったばっかりじゃないか。凶悪犯はいないというのは凶悪犯が逃げた後ってことだ。そして刑事が追ってこれないように鍵付き扉を三重に設置し旅館内に隔離したわけだ。そうね、旅館が燃やされかけたって点でも犯人は外に逃げたと考えるのが自然だわ。外は大雪だから逃走不可、旅館に隠れている可能性もある。大雪っていうのがなんか嘘なんじゃないかみたいなのがさ、ヘビメタくんの発言からちょっと疑問があるから、ちょっとこっち言ってみる。旅館に隠れている可能性もある。そうだ、このクソ、そうだ、こんなクソ狭い旅館に隠れる場所なんかあるわけないだろう。あ、あれ、なんか会話成り立ってた今、大丈夫？確かに狭いが、この旅館には広い地下室があるようだな。地下は立ち入り禁止だよ。旅館の利用規約でも説明したはずよ。法律も守らない凶悪犯が利用規約なんぞ守ると思うかね。それに隠れていた犯人が旅館の外に逃げたにしても外は猛吹雪だからな。あ、そうだ、カスカスにしたんだ。そもそも本当に猛吹雪だったのかがわからないな。ヘビはどうでもいいことをネチネチ蒸し返すから下等生物なのだよ。猛吹雪だろうが血がかろうが、まず脱出する方法がなきゃどうにもならんからな。そうだよね、金の扉を開けて外に出ないといけないわけだから、木の扉、鉄格子、金の扉っていう風に順番に設置しなきゃいけないわけだが、一回じゃあ金の扉の施錠をさしてから、あ、一回金の扉を開けてからもう一回金の扉設置したってことになるわけじゃん。そしたらちょっと変だよね。まあ玄関の雪崩に関してはあと3日もすれば解き始めるだろうよ。3日もこんなポロ旅館で過ごすのかよ。文句ばかり言うならあんたはもうできんよ。正しい語呂で出禁になってるから文句言ってんだろうが。あ、そういうことか。正しい語呂で出禁ね、出るのが禁止ね。そういうことね。まあ3日の我慢で帰れるならそれまでの辛抱だよ。おや、こんなところに何か置き手紙のようなものがあるわね。爆弾が仕掛けられてるやつ来そうだよ。せやな。旅館が2日後に爆発だ。
キャー、怖い。驚き慣れてる人の驚き方だよ。防犯訓練の映像とかでよく見るやつだよ。もう呪い呪いと騒いでた頃の方が平和だったな。それほど慌てることもあるまい。爆弾犯にしてはタイムリミットが2日と悠長ではないか。それに爆発の解除方法まで記載されているのだよ。解除方法、めんどくせえ爆弾犯だな。解除方法は金の扉を解除すれば同時に爆発も解除されるそうだ。一番奥の扉だよ。これじゃ脱出するのと変わらないじゃないか。解除方法には続きがある。救済用処置としてそこの ATM から指定の口座に7770ゴールド振り込めば金の扉が解除される仕様らしい。7000ゴールド以上か。手の届かない額じゃないけど高いな。俺は一円たりとも払わんぞ。玄関の雪崩が解けるまで待てばただで脱出できるのだからな。あー、意義ありですよね。これは雪崩が解けるまでに3日かかる、爆発するのに2日、まあ爆発は本当はしないんだけどって話だから意義ありですね。雪崩が解けるのが3日後、旅館が爆発するのが2日後だから、旅館が爆発するのが先です。まあムカデが自爆死するのが先なんですけど、一番最初なのは。そうだよ、雪崩が解ける1日前には旅館が爆発しちゃうよ。こういう場合、旅館か警察のどっちかが率先して振り込むもんじゃないの？それだったら警察側の仕事だろう。市民の安全のためにさっさと振り込んどくれよ。いやいや、我々警察としては犯罪者に屈するわけにはいかんのだよ。旅館こそがお客の安全のため振り込むべきだろう。相変わらずクソしかいねえな、この旅館は。異常事態だ。金がないのなら所持品を売って金を作るという手段もある。うん、これはね、暗示してるよね。ヘビボールをね、売ってくれっていうね。売るものといってもな。とにかく爆弾だけでも何とかしておくべきだね。爆弾を探す方法、何かあったはず。金属探知機、ダウジング、警察犬。警察犬なら見つけられるんじゃないですか。そうだよ、警察犬だよ。その犬、重度の危険物なら遠くからでも見つけられるって言ってたよ。無理なのだよ、この警察犬は外部エネルギーを感知しているから。あー、そういうことね。爆発してないというか、そのまだ爆発する用意ができていない爆弾は感知できない。爆発する瞬間に感じ取れるってことね。おっせーなー。爆弾を発見できるタイミングが爆弾が爆発してる真っ最中ってところだ。クソの役にも立たない犬だな。あなたのターンになりました。行動を選択してね。7770ゴールドないんだよね。200ゴールドしかないから、あーんと、まあ一応セリフのメタとか聞きたいし、何もしないで。金の扉以外にも2枚の扉がある。そっちの対策も考えておいて損はないだろう。手前の木の扉程度ならバールがあれば壊せるわね。なら話は早い、バールを持ってきてくれや。バールは1つ500ゴールドだよ。おいおい、こんな非常事態に金取る気かよ。こっちだって客商売なんだよ。500ゴールドで販売されています。購入しますか。買えません。そもそも凶悪犯はこんな扉をどっから持ってきたんだ。手前の木の扉は食堂にあった扉のようね。距離的にも一番近いし。食堂といえば間違えました今。危なくミミズの声で喋るとこだった。食堂といえば台所から包丁もなくなってたよ。きっと凶悪犯が扉のついでに包丁も取ってったんだよ。まあ木の扉の問題はもういい。厄介なのは鉄格子だ。こいつは普通のバールでは壊せない。バールの中でも鉄格子に特化した最後のバールでしか破壊できないからな。最後のバールについては朗報がある。昨夜6号室のムカデの荷物検査をしたところ、その最後のバールが発見されたのだよ。なんだ、それなら鉄格子問題も解決ね。5000ゴールドだ。はあ？バールは売り物だって昨日言ったよな。言ってねえわ。
急ぎ進行だったからお前なんぞに喋る権限なかったろ。そうだね、昨日結局一回もムカデは発言しなかったはずだね。それに5000ゴールドはぼったくりだよ。そのバールの適正価格は2500ゴールド程度のはずだよ。他人の足元見て値段を釣り上げる転売屋の手口ね、最低。刑事さん、この犯罪者逮捕しちゃってよ。おいおい、救世主に向かって犯罪者とは何事だ。俺の持ってきた最後のバールのおかげで脱出できるのだからな。そのバール自体もどこから盗んできたことやら。最後のバールが売りに出されています。購入しますか？買えません。鉄格子をよく見るとこれぐらいの隙間蛇ならくぐり抜けられそうだな。これはね、でも蛇特化の毒が塗られてるからね。一見くぐれそうだけど無理だよ。鉄格子にはくぐり抜け防止のため蛇特化の毒が塗り込まれる仕様なんだよ。ちなみに蛇メタには毒耐性が備わっています。あー、そうなんだ。ポイズンスネークと同様毒耐性があるということですね。凶悪犯だった場合鉄格子をくぐり抜ける厄介な存在になりそうですね。凶悪犯じゃないんだけどな。まあ鉄格子の問題はこの際後回しでもいい。雪崩さえ解ければ解決する話だからな。結局問題なのは金の扉だ。この扉もバールか何かで壊せばいいんじゃないのか。金の扉はどんなバールでも壊すことはできんのだよ。つまり7770ゴールド振り込むしかないってことか。その振り込み先の情報から凶悪犯の情報を特定できないのかな。命の救世主 X という名義を使用しているようだ。ダサいね。救世主だ。たかが振り込め詐欺会社が大層な名前つけやがって。命の救世主 X? 過去に聞いたことのある名前ね。過去にもその救世主 X に金ぶん乗られたのか。逆よ。昔この旅館に多額の寄付をしてくれたのが命の救世主 X なんだよ。今まではさ、その毎回監禁されてっていう事件が5回6回あったって通常モードで言われてたけど、今まではどういう名義でさ、あの振り込んでくれって言ってたのかね。どうなんだろう、今までどうやって解放されてたんだろう。それも70万ゴールド以上の援助を受けたわ。70万ゴールド以上の援助。70万ゴールドも、援助を受けてた割にはボロい旅館だな。あんたは黙ってなさい。それに一番奥の金の扉、一部純金が使われているようだから、売りに出せば1万ゴールドにはなるぞ。ん、7700ゴールドの、あ、ん、7770ゴールドを振り込ませるために1万ゴールドの扉を縦逃げ。これは矛盾してます。そうだよ、計算が合わないよ。1万ゴールドの扉で7770ゴールドバックじゃ犯人側が損するだけだよ。そうなると凶悪犯は金目当ての犯行じゃなさそうだね。あなたのターンになりました。そろそろ真犯人を特定できるのでは。凶悪犯はこの中にいるわ。そうなんだけど、まあこの状態では証拠がまだ足りないのでまだ特定できないが正しいね。まだ凶悪犯を特定するには情報が少なすぎるな。とにかく3つの扉全てが金で解決できるから心配いらんよ。事件は金で解決する方向で話し合いが終わりそうです。最後に何か発言しますか。凶悪犯はまだこの中にいる。犯人探しが好きなら一人で勝手にやりたまえ。それではこれにて解散とする。宿泊部屋に戻りますと。多分この一連の流れがカットされるのがそのまま二度寝するとか宿泊部屋に戻るとかだったんだろうね。じゃあ、ファイルを移しましょう。でここからどうするんだっけ。この旅館には温泉があるから入っていってね。そっか、温泉だ。で、あーちょっとこれに話しかける前に周り探索してからにしよう。はい。この旅館に捜査令状が出てるそうね。やった、100ゴールド。パクっちゃった。ごめんね。で、ミミズくん。爆弾衝動で起こった時の旅館の奴らのリアクション見たか。あれは完全に驚く演技だ。つまり爆弾騒動は旅館側のクソサプライズってオチだろ。
まさか過去に何度も同じ爆弾事件があって、それを隠すために初見のふりして驚いてるわけでもあるまい。それなんだよね。はい。直近で起こった呪いは停電、地震、雪崩、緊急操作、火災、換気、爆弾とひどくなる一方だ。そうなると残るは殺人しかない。せやな、その通りや。あれってか子供2匹いたんだっけか、このヘビちゃん。やっほー、お金もらいますね。どう最近派と最近同派で派閥が分かれているらしいよ。そうか、凶悪犯が本当にいなくなったのか疑問だよ。そうね、いなくなってはないからね。はい。蛇の中にはレアリティの高い希少種が存在するよ。大型種やポイズンスネークはそこそこ希少種だよ。この中で一番レアなのは4号室のヘビメタだね。この旅館にはさらにレアな金色のヘビも存在するらしいけど、一度も見たことないよ。多分誰かが流したデマだろうね。まあ雷ですからね、金色のヘビとは。ヘビボールという鉱石は1個だけでは役に立たないけど、複数集めるとエネルギーが融合されて願い事が叶う言い伝えがあるよ。で、これは青リンゴ。青リンゴはまあいいか、経験値100こっちはすぐ集まるでしょ。で、はい、どうも。凶悪犯はいなくなったみたいだから、ゆっくり温泉に入ることにしたよ。まだ行かないよ、部屋でゆっくりしてからだよ。そっか。で、ミルク、あ、HP、あ、なるほどね。はいはいはい。で、メロンソーダ、いらない。これさ、この8号室のさ、蛇の壺が割れてるのってさ、あの、大きすぎて、この壺の中に大型種が入れなかったからってことなんかね。細かいね。で、はい、どうも。ヘビもモンスターもメタル狩りに限る。その前に温泉でも入るか。あ、いなくなった。あー、これ殺人しちゃうよ。うちの旅館のおかみさんも昔はおもてなしの見本みたいな人だったけど、ヘビやミミズの客層が増えてからは今の塩対応になっちゃったのよね。あ、そうなんだ。まあそうよね、人間のお客さんに対してはまあ心込めて接客できるかもしれないけど、ヘビとミミズとムカデだとね、まあ、ムカデ嫌い、いや、ムカデ？ミミズが嫌いって言ってたしね、オカミさんね。同室のヘビの体調が悪いみたいだよ。温泉まで付き添っていくことにしたよ。あ、あ、こっちに話しかけたらどう言われたんだろう。具合が悪いよって言われたのかな。じゃあ入っていってね。温泉入りたいけど。はい。あ、あれか。ヘビ大型種に話しかければいいかな。大変だ！大浴場で事件が！あー、そうか。ここでか。あー、多分ね、4号室のヘビは殺されてるんだろうな。かー、このヘビは救えないのか。死んでるわ。温泉から出た後に殺害されたようだね。やっぱりこの旅館にはまだ凶悪犯が潜んでいるんだよ。進行説明。ハードモードではいきなり推理パートに突入します。ダメージに注意。オッケー。早速あなたのターンになりました。行動を選択してね。じゃあ発言しよう。おや、そこのヘビが発言したいそうだよ。犯人はハンターだ。証拠を見つけてねえくせに適当なこと言ってんじゃねえぞ。適当じゃないんだよな。それにしても殺されたのがヘビだったのは不幸中の幸いね。人間が死んだのでなければ表沙汰にならないで済むわ。なんだよ、ヘビの命より旅館のメンツが大事なのかい。あ、急いできたね。事件があったそうだな。おいおい、あんたの言ってた凶悪犯とやらは外に逃げたんじゃなかったのか。監禁だけじゃなく事件まで起こるなんて面倒なことになったわね。逆だよ、この事件のおかげで面倒なことがなくなったのだよ。面倒がなくなったってどういうことだい。凶悪犯が旅館内にいるってことは見つけ出せば爆弾問題も解決するってことだろう。そりゃ犯人が見つかればって話だろうが。うちの無敗の刑事に犯人を見つけられなかった試しなどありませんよ。刑事が来たところであなたのターンになりました。行動を選択してね。
発言する。あら、そこのヘビが発言したいそうよ。刑事さんに何か言いたいようだね。なんだね、言いたいことがあるなら言いたまえ。推理頑張ってね。刑事ならさっさと推理したまえ。最近どう？無言。推理頑張ってね。お前に言われんでも頑張るわ。いいツッコミだな。まずは被害者の特定からだ。ヘビは数が多く、似たような外見ばかりでどのヘビが死んだのかややこしいからな。旅館従業員のヘビは2匹中2匹とも生存してるよ。5号室に宿泊してるヘビだけど生存してるよ。8号室に宿泊中のヘビだよ、生存してるよ。9号室に宿泊してるヘビだよ、2匹とも生存してるよ。4号室のヘビがいないよ。死んじゃったのは4号室のヘビに違いないよ。被害者は4号室のヘビか。個人的には1号室のヘビに死んでほしかったところだが。なんだと？なんでだよ、いいじゃねえか別に。よう生きてたってよ。ダメだよ、不謹慎なこと言っちゃ。遺体の解析結果が遺体の解析結果が出ましたよ。目立った傷は一つのみ。遺体の損傷具合から見てオーバーキル5と判明。オーバーキル？ゲームの世界みたいな話だな。そんなゲーム感覚で推理するなんて、人が死んでるのに不謹慎だよ。人が死んでるならな。だが死んでいるのはただのヘビ。ゲーム感覚でもいいじゃないの。いやークソ野郎。まあヘビの命は軽いんだから仕方のないことだ。ミミズの命はもっと軽いけどね。終焉間近のババアの命よりは長く生きてやるわ。それで遺体の損傷がオーバーキルだったことで犯人がわかるの？ええ、犯人を特定しましたよ。誰なのよ犯人は。まずオーバーキルが成立する最小パターンは HP1-6 ダメージイコールオーバー5。つまりオーバーキル5に必要な攻撃力かっこダメージ数値は、ああまあ6以上ですね。そう、6以上だ。 HP は最低でも1残っている状態が殺人の条件だから、オーバーキル5には最低でも6ダメージが必要になる。続いて先日割り出した攻撃力データを見てもらおう。最先端の技術で割り出したデータだから正確な数値だ。この中でオーバーキル5での殺害が可能なのは何名いるかね。この攻撃力の時点では、ヘビ大型種とヘビメタ君しかできなくて、温泉には微力 HP 回復効果があるのでHP は2以上であると推測できると。となるとできるのが1ヘビメタ君しかいないってことで、ヘビメタ君を逮捕しようとする算段なのでしょうね。そうだ、オーバーキル5を叩き出せるのは攻撃力6の大型種ヘビと攻撃力7のヘビメタの2名。これで犯人は確定したわけだ。まあ一応意義あるんですか。そうだ、おかしいぞ。何が犯人を特定できただ。犯人可能？犯行可能なやつが2匹いるんじゃ犯人特定できてねえだろうが。いえいえ、犯人はすでに特定可能です。先ほどオーバーキル後の必要攻撃力が6以上と説明したが、本当は7以上必要だとしたら、オーバーキル後に攻撃力7必要ってどういうことだ。ああ、攻撃力データは間違ってない。被害者の HP が1ではなかった、こっちですね。残り HP が1ではなかった。そんな証拠でもあるのかよ。温泉に HP 回復効果。その通り、温泉に入っていた被害者の HP が1だけなんてことは理論上ありえない。被害者の HP が2以上あったことから、オーバーキル後に必要な本当の攻撃力は7以上。つまり犯行可能なのはヘビメタ1匹に絞られるわけだ。今のピョンって跳ねるの可愛かったね。違うよ、殺してないよ、本当だよ。しかし他にオーバーキル5を出せるものは存在しないのだよ。セーブがしたい、ちょっとセーブしとこう。セーブ画面を開くよ。